エディット・ピアフはフランスのシャンソン歌手。フランスで最も愛されている歌手の一人であり、国民的象徴であった。彼女の音楽は、昇進的な声を伴った通説なバラードであり、その悲劇的な生涯を反映していたのが特徴であった。有名な曲としては、バラ色の人生ラビー・イーエヌ・ローズ、愛の三回ムヌア・ラムール、ミロール・ミロード、水に流して飲む、ノン ジュネル・グレットリアンなどがある。数々の伝記が書かれているにもかかわらず、エディット・ピアフの生涯の多くの事実と出来事は謎に包まれている。彼女は、エディット・ジョバンナ・ナガションとして、パリ20区の貧しい地区ベルビルに生まれた。ピアフは、ベルビル街72の路上で生まれたという伝説があるが、出生証明書によれば、ベルビルのトゥノン病院で誕生したというのが事実である。エディットという名は、 ドイツ軍に処刑されたイギリス人看護婦イーディス・キャベルにちなんでいる。ちなみにパリジャンの俗語でスズメを意味するピアフが彼女のニックネームになるのは20年後のことである。母親のアンネッタ・ジョバンナ・メラールはイタリア系であり出産当時17歳であった。彼女はリボルノの出身でリーヌ・マルサの芸名の元カフェのシンガーとして働いていた。エディットのミドルネーム ジョバンナは母親からのものであった。父親のルイ・アルフォンス・ガショーンは、アルジェリア人の血を引き過去に、劇場で演技をしたこともある、大道芸人であった。両親は貧しく幼いエディットを養う、経済的な余裕がなかったため、間もなく母方の祖母のもとに短期間預けられた。しかし彼女はエディットを意味嫌い育児そのものを拒否した、ため、ほどなく父親はエディットを、 ノルマンディで売春宿を営んでいた自らの母親のもとに連れて行った。その後、彼は1916年にフランス軍に入隊する。こうしてエディットは早い時期から、娼婦や様々な売春宿への訪問者と接触を持ち、このような状況は彼女の人格と人生観に強いインパクトを与えた。3歳から7歳にかけて彼女は角膜炎で目が見えなかった。 ピアフの伝説の一部として、祖母の元で働く娼婦が、リジューノ・テレーズへ巡礼を行った後に、エディットの視力が回復したというものがある。1929年になるとエディットは、大道芸をする父と行動を共にする。その後1930年には父に反発してグラン、トテル・ド・クレルモンに一室を取り、父と別れて、パリ郊外でのストリートシンガーとして、自身の道を歩むようになる。 彼女は16歳で、御用劇の少年、ルイ・デュポンと恋に落ち間もなく、子供を産んでいる。生まれた女の赤ん坊は、マルセルと命名されたが、2年後に、小児性随膜炎でこの世を去った。1935年に、エディットは、ナイトクラブのオーナー、ルイル・プレイによって見出され、彼の店で歌を歌うようになる。そのナイトクラブは、上流、下流量階層の客たちが出入りしていた。 ルプレイは人前に出ることに対して非常に臆病な彼女に店への出演を説得した。エディットの身長は142センチメートルに過ぎず、その小柄な体からルプレイは彼女に後の芸名となる小さなスズメの愛称を与えた。彼女の最初のレコードはこの翌年に録音された。同年、ピアフの父がありであり、いわばメンターでもあった。ルプレイは殺害され。 ピアフはその共犯者であると告発されるが、無罪とされた。1940年には、ジャンコクトーが彼女のために、脚本、レーベルインディフレントを執筆する。ピアフはまた、俳優のモーリス・シュバリエや、詩人のジャック・ボーガットのような有名人と知域となる。彼女は、自らの歌の多くの歌詞を書き、作曲家たちと協力した。ピアフの代表曲、バラ色の人生は、 第二次世界大戦のドイツ占領下に書かれた。この時期彼女は大変な成功を収め、大きな人気を得る。ワンツークラブでドイツ軍交換のために歌を歌うことでピアフはフランス兵捕虜との写真を撮る権利を得る。それは表面的には士気を高めるためのものとして行われたが、捕虜たちは彼女と共に撮った写真から、自らの写った部分を切り取って、 脱走計画に使用する偽造文書に貼り付けた。今日、ピアフのレジスタンス運動への貢献はよく知られており、多くの人々が彼女によって救われた。戦後、ピアフは世界的な人気を得、ヨーロッパとアメリカ合衆国、南アメリカで公演旅行を行った。ピアフのアメリカでの人気は、エドサリバン賞へ8度も出演するほどのものであった。 1947年10月のアメリカ初公演では大女優で歌手でもあるマレーネ・ディートリヒとも自由を結び、以後二人は生涯にわたる親友となった。この初公演の際にプロボクサーのマルセル・セルダンとも出会う。フランス語を話せたディートリヒはピアフのバラ色の人生を自らの持ち歌に加えて歌っている。 彼女は、シャルル・アズナブールのデビューを手助けし、自らのフランス、アメリカでの公演旅行に同伴させた。アズナブールの他にも、イブ・モンタン、ジルベール・ベコー、ジョルジュ・ムスタキなどピアフに才能を見出された歌手は多い。ピアフの生涯の大恋愛は、プロボクサーのマルセル・セルダンとのものであるが、セルダンは1949年10月28日に飛行機事故死している。 1950年、愛の参加発売。1951年にピアフは自動車事故に遭い、その後深刻なモルヒネ中毒に苦しんだ。ピアフは二度結婚しており、最初の夫は歌手のジャック・パルであった。二人は1952年に結婚し、1956年に離婚した。二人目の夫はヘアドレッサーから歌手、 俳優へ転身したテオファニス・ランボーカスであった。サラポはピアフよりも20歳も若かったが、ピアフの大ファンであったことが講じて交際するようになり、二人はディートリヒの介添えのもと1962年に結婚した。夫であるサラポは、妻、ピアフの死後、妻の残した多額の借金を独力で全て返済した。 パリのオランピア劇場はピアフが名声を得た場所であり、またピアフが病死する数ヶ月前に衰弱してようやく立てるという体調でコンサートを開いた場所でもある。1963年、ピアフは最後の曲、ベルリンの男ロームでベルリンを録音している。エディット・ピアフの墓47歳になって間もなくの1963年10月10日、ピアフは リビエラでガンにより死去する。死は、その翌日に公表されたが、同日に、友人のジャンコクトーが死去した。ピアフの死に衝撃を隠せず、何ということだと言いながら、寝室へ入りそのまま、心臓発作で息を引き取ったという。彼女の公式の命日は、死が公表された10月11日とされている。遺体は、パリのペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。 彼女のそのライフスタイルゆえに、カトリック教会のパリ大司教は葬儀におけるミサの執行を許さなかったが、葬儀には無数の死を悼む人々が路上に現れ壮列を見送り、パリ中の商店が彫位を表して休業しもに服した。墓地での葬儀は4万人以上のファンで混雑した。シャルル・アズナブールは、第二次世界大戦後、パリの交通が完全にストップしたのは、 ピアフの葬儀の時だけだったと10回している。パリ11区のクレスパンドゥガスト通り5番地にエディット・ピアフ博物館がある。今日、ピアフはフランスで最も偉大な歌手の一人として記憶され、尊敬されている。フランスでは未だに彼女のレコードが売れ続けている。彼女の生涯は悲劇的な私生活と一連の名声、そしてステージ上で轟くような力を備えた声と、 キャシャで小さな姿がコントラストとして現れたものであった。ありがとうございます。